おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。世界初クリアを目指していきます。7月の12日にいただいた100秒スピランです。登竜門かよこんな難しいコースが登竜門とか絶対やだよね。さあ参りましょう。こう行って、こう行って、こう行って、こう投げて、こう投げて、はい。はい。スピンして、落ち着いて、くるん、くるん。落ち着いて、バネジャンをしますと。まずはここまで OK。ほっ。しゃがみじゃん。OK。キック。ふっ。あぶねえ。今のが結構怪しいよね。ほっ、ほっ、ほっ、ほっ。からの、くるん入れて、投げてしゃがんで、ヒップドロップで死にます。よし、来た。よいしょ。1、2、3回、ハープね、ギリギリセーフ。ほっ。はい。よいしょ、ぽい。トイ。トイ、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 オッケー。土管入りますよ。ほっ。ここ、むずか。死んですよ、死んだ。届け。よし、届いた。やっと来た。しゃがむ。しゃがむ。オッケー。突破突破。でも時間がなさそうだ。あ、死んだ。よーし、来た。ほっ、ほっ、あっぶねえ、ギリギリセーフ。ここが、地味に厄介な距離感。はい、オッケー。ほっほっ。2の3ガリアで抜けなきゃいけなくて、ここも要注意ですね。死亡はよくある。倒して2の3ガリア、ほっ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 。しっかり倒して落ち着いて、くるんくるんくるん。1、2、3ガリア、パン、ドムが入んなかった。ち切れてんなー。マリオの動きが素晴らしい。このマリオできる子だ。そんなことなかった。よーし、来たぜ。あっぺさあ、久々来たぜ。あった、あったった。さあ、よし、オッケー。おし、新エリア、やっとここまで来た。うわ、怖っ。ほっ、おーし、ほっ、来た来た来た。うわ、届かねえいー、マジかー。でも時間に余裕があることが分かっただけで大収穫だわ。なあ、嘘だろ？今のオッケーじゃないんすか、お兄さん。なあ、もうまたやった。ほんとに。同じミス繰り返しすぎでしょう。なあ、今のもダメか。嘘だ。今のは言ったと思ったんだけどな。
4度目の正直。いや、5度目かな。よーし。練習時間も含めてクリアタイムはおよそ2分違うわ。100秒スピーダーなのに2分ってどういうこっちゃ。あ、いや、可能か。いやー、およそ2時間20分から30分ぐらいかな。歴代時間かかった順で言うと、まあ、第7位か8位かってぐらいかな。歴代トップ10に入ってるかなって感じですかね。いやー、激しいコースだったなー。あそこが嫌でした。トゲとトゲの間1マスをヒップドロップで抜けていくところが自分は一番嫌だったかな。あそこが一番死んだポイントだと思いますね。いやー、厳しかったです。はい、続きましてはこちら。世界初スタートバグ。え？おー、サゴンタロ死んだ。横動いても大丈夫なのに。あ、ドスンが、反応した。反応したぞ。これでゴールってことか。これすごいね。あ、やべやべやべ。下押すとダメなんだって。上押す分には大丈夫だな。ジャンプしたら多分死ぬよね。ですよね。これ完全にさ、マリオと同化してるけど、ブラパリオみたいな感じになってるけど、死なないんですね。へぇー。上下右とかは大丈夫。B と A と多分 LR とかはダメ。へえ、すごいね。じゃあこちら行ってみましょうか。スーパーマリオワールド。ベニー。参りましょう。ワールドスキンで、お化け屋敷だね。キノコ。赤コイン取りますよ。赤コインが全部で8枚 ?8 枚見つけなきゃいけない。入れるのかな？お、入れますよ。お、赤コイン発見。うわっと、そういうことか。こうか。お、乗っかった、プロへ。ちなみに中身はどうなってるの？お、木の悪魔、緑の悪魔だった。オッケー、うまい、今の。取れねえじゃねえか。あ、取れた、やった。うわーい。帰ってきた。いや、やっぱ、普通のコース楽しいわ。難しくないコース楽しい。普通に楽しめるわ。基本的に集中しないといけないからね。難しいコースはね。楽しむ余裕まではないんだよね。面白くても。そんな、なんて言うんだろうな。裏で精神的にはきっと楽しんでるはずなんだけど、それなりにね。そんな余裕はないんだよね。その自覚がないと言ったら、いないと言った方が正しいか。これはどうやって取るんですかね。デブか。このデブど、あの赤コインどうやって取るよ。なるほど。T、お見た今。完全にド M プレイ発揮してたけど。すごいね。あのデブロス神だわ。イケメンすぎる、さすがにちょっと。さすがにイケメンすぎたわ。鍵あるね、普通にね。ちょっと届かないな、でも。おっとっと。マッチョ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 。マッチョ。にゃ上乗っていい？上乗っていい？オッケー。おお、中間だ。あ、やばい。なんかあった。ちょっと待って。アップね、帰りまーす。ただいまー。なんかあるもんね。へい。へい。へい。違うんだ。これは行かなくていいんだ。さあ、じゃあ改めましてですね。これ、やばい。ファイヤーやばい。食べていく。食べていく。食べれない。加えていく。ファイヤー、あ、やばい。放たなきゃよかった。いざって時に取っとけばよかったですね。コインを集めて。あれ？あ、違う、帰ってくる、帰ってくる。あー、焦った。T 足を置いて、ファイヤーマリオ状態で何回当たっていけるかっていう想定をもう、頭の中でしてました。おっと。これ、マリオワールドにもこういうコースあったよね。不思議の森の、迷いの森の、砦のコースがこんな感じだったな、確かな。
これ別にヨッシーだから下トゲだから、トゲでも降りて大丈夫なんだよな。ファイヤーを、いや、ああ、ちなみにこっちはどうなってる、なんかあった、わー、お、跳ねった。あ、ここにも2体目のティオスが。じゃあ1体目はお疲れさんってことで。え、ちょい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 、そういうのやめてよ本当に。あー、待ってくださいよ、待ってく、待ってください、待ってください本当に。あぶね、スター取っとこうこれで勝ちゲー。でもコイン取れなかったな、あ、やべ、あぶね、羽が取れた、オッケー、これで帰れますね、オッケー。お、怖っ、あと1枚。ほっ。あと1枚はどこかな。このでっかいドッスンでさえ食えそうな気がしてきたわ。ティーヨシならいけそうな気がする。結構続くね。長いね、このコースね。さあ、P スイッチです。テレサはさすがに食えません。ちょっと食えたら逆に怖いね。無機物だろうからな。これは上から P かな？ですか。落ち着いて食らって、TOS ダウルスムーンチェックパース。しょうがないね、これはもう。これ行きましょう。諦めます。あー、当たったか。ほっ、あー、当たったか。ちょっとはしゃぎすぎたな。いけると思ったんだけど、なんすか？あ、そういうことか。機能庫くれないかな？そろそろダメだね、行かないと、これは。こっちはうっとしいから倒すぞ。何？こうなって。こうなって。ほっ、入りまして。残り80秒。お、ここでお疲れ T 押し。あー、赤コインがあれば。あ、じゃあ、鍵、赤、鍵を取っていれば、あれだったんですね。あっぶねー、あーっぶねー、あ、死んだ。全部倒さないとダメだ。これとこれでしょ、これとこれ、やべ、これ。オッケー。多分こんだけ鍵ありゃ足りるだろう。足りてくれないとむしろ困る。赤コイン全部取りたかったですね。多分そしたらショートカットがあったと思うんだよね。はい、オッケーでーす。多分オッケーでーす。羽だ。マントマリオだ。ちょっと待って。足りないよ。ん？お、クッパ降ってくるぞ。うわぁ。やべ、羽がなくなったの痛いな。ウタってさ、その前にこうやるしかないか、めっちゃ時間かかりそうこれ。オーケー、ここに繋がってゴールか。うえー、お疲れー。長かった。赤コイン1枚取り逃したせいでめちゃめちゃ長かった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。